昔話は日本の民話の一つ。昔、昔子、昔語りなどとも呼ぶ。民衆の生活の中から生まれ、民衆によって交渉されてきたもので、交渉文学、また民族資料の一、テレビアニメ化やビデオアニメ化もされている。昔という、確かではない時や、あるところにという不明な場所を発端句として用い、本当にあったかどうかは知らないけれどという心持ちで、 語り継がれる話。そのため、固有名詞を示さず、描写も最小限度にとどめ、話の信憑性に関する責任を回避した形で、語られる。時代や場所をはっきり示さず、登場人物の名前も、G、バーなどのように性別や年齢などの特徴をもとにした、普通名詞が多い。桃太郎も、桃から生まれた長男の意味しか持たない。てっぺんグラリン。 どんど晴れ、トッピンパラリーのプルトウの言葉で終わることが多く、これを結句と呼称している。結句は地域によって、それぞれの言葉が用いられる。昔話とは、昔の人たちが代々生成伝承してきた、語り物としてのおとぎ話のことである。そのような昔話には、独自の語り方が存在する。その語り口、語り方の隅々、語りの筋道の端々には、 多くの先人たちの子供への思い入れが凝縮している。まず、語りの場において、昔話は一体どこに存在しているのか。それは、語られている時間の間だけ実在しているものである。ということは、すなわち、昔話が語り終わられたら、それはその場から消失するということである。これは、昔話の形態が時間的文芸であることによる。このことは、 同じく演奏され終われば消える音楽と相似た関係にある。さて、昔話の語り口について見てみると、それはとても簡単で明瞭であることがわかる。そのような明かりやすい文体であるのは語り物であるからであり、そのような語り口によって語られるのが昔話なのである。そして、一通り昔話が語りを得られると、 独特の定型的な結末句で終わるのが慣例となっている。この結末句は地方によって異なり、岡山のシャーンシャーンやヒダのシャミシャッキリ、岩手のドンとハレや秋田のドット払いなど、土地土地の結末句が伝えられている。また、この結末句に対応するように、昔話は独特の発端句で始まる。こちらは、昔々、あるところに、などの語り口である。 ありがとうございます。